渋野日向子、マイヤー LPGA クラシック第2ラウンドで好調を維持し10位に浮上。概要、2023年のマイヤー LPGA クラシックは、米国ミシガン州ブライズフィールド CC で開催され、世界中から注目を集めています。この大会で、渋野日向子選手が第2ラウンドを終え、トータル7アンダーのスコアで10位に浮上しました。彼女は5バーディー1ボギーの68という素晴らしいスコアを記録し、週末の決勝ラウンドへの意気込みを語りました。この記事では、渋野日向子選手のプレー内容、他の日本勢選手の成績、そしてファンの声を詳しく取り上げます。渋野日向子のプレー内容、第2ラウンドでの渋野日向子選手のプレーは彼女の実力と精神力を改めて示すものでした。フェアウェイキープ率が 46% と低調ながらも、5バーディー1ボギーの68をマークしました。渋野日向子選手自身も、今日もあまりショットは良くないなと思う部分が多かったけど、スタートから思ったよりも飛んでいたとコメントしており、自身のパフォーマンスに前向きな姿勢を見せています。特に、後半の14番と18番のパー5では、2オンに成功し、それぞれバーディーを奪いました。また、バンカーセーブ率は 100% 3分の3を記録し、難しいパーパットも確実に決めるなど、小技の精度の高さが光りました。良い位置で迎えられると思うので、しっかり上だけを見て頑張りたいと、週末の決勝ラウンドへの意欲を示しています。日本勢の他の選手たちの結果、渋野日向子選手に続き、西村優菜選手と古江彩佳選手も好成績を収めています。西村選手は連日の69で、古江選手も5バーディー1ボギーの68を記録し、共にトータル6アンダーの16位タイに浮上しました。彼女たちもまた、決勝ラウンドに向けての意気込みを見せています。西村優菜選手は、ビッグスコアを目指して頑張りたいと語り、古江彩佳選手も3日目はさらにスコアを伸ばしたいとコメントしました。二人は同じく22位からのスタートであり、連携し合いながら上位進出を狙っています。一方、初日74と出遅れた西郷真央選手は、この日14番パー5でイーグルを奪うなど、68のスコアを記録し、トータル2アンダーでカットライン上の63位タイに滑り込みました。彼女の巻き返しは素晴らしく、週末に向けての期待が高まっています。残念ながら、勝みなみ選手と吉田優利選手は予選落ちとなりました。勝選手は69と伸ばしトータル1アンダーとしましたが、カットラインに1打届かず82位タイに終わりました。吉田選手は2日連続で74と苦しみ、トータル4オーバー、134位タイで予選落ちとなりました。トップ争いの状況、現在、トータル11アンダーの首位には、アリー・ユーイング、米国、とグレース・キム、オーストラリア、が並んでいます。渋野日向子選手はトップに4打差で、決勝ラウンドに挑むことになります。アリー・ユーイング選手はこの日、63、というベストスコアをマークし、グレース・キム選手も、65、で回り、両者とも21アンダーで首位をキープしています。渋野日向子選手は、決勝ラウンドでさらにスコアを伸ばし、上位進出を目指しています。上だけを見て頑張りたいと語る彼女の言葉から、今後の展開に対する強い意志が感じられます。ファンのコメント、渋野日向子選手の活躍に対して、多くのファンから応援の声が寄せられています。以下に、ファンのコメントをいくつか紹介します。やっぱ渋野日向子が調子いいと盛り上がるね。この調子なら、メジャーで2勝目も遠くないかもと思ってしまう。まずは、しばらく遠ざかっているツアー優勝を果たすのが先決だけどね。ネリー・コルダみたいな突出した選手がいるツアーで、1勝を挙げるのも容易じゃないけど、頑張ってほしい。吉田優利が LPGA で全く通用しないのも意外だった。ナショナルチームで若い頃から海外の試合経験もあるし、国内であれだけ安定した成績残してきたから、そこそこ上位に入る試合も多いかと予想してたけど、このままじゃ来季は日本に帰る方がいいかもしれない。同期の西村や古江が頑張ってるだけに悔しいとは思うけどね。西村、渋野日向子、古江3選手たち揃って6アンダーで首位と5打差の15位。決勝ラウンドでのさらなる上位進出を願っています。他方、吉田選手は、アメリカツアーで通用する実力が未だ備わっていない感じですね。渋野日向子の復活は嬉しいですね。
シャフトを交換してスイングに迷いがなくなったと言っているけど、やはり精神的な面が安定したことが大きいと思います。楽しみです。眠らずに見てました。9位で予選通過とはさすがです。パットがピカイチでしたね。渋野日向子選手が復活の兆しがあるっていうか、復活だな。やっぱり辻村さんすごいな。バンカーショットが上手なのよくわかった。明日はパットの上手さを見せつけよう。渋野日向子の未来。渋野日向子選手の現在のパフォーマンスは彼女の未来に対する期待をさらに高めています。2019年の全英女子オープン優勝以来、渋野日向子選手は多くのファンから応援を受け続けてきました。その後のツアーでは、苦しい時期もありましたが彼女のメンタルの強さと技術の向上により、再び上位に食い込む実力を見せています。今回のマイヤー LPGA クラシックでの成績は、渋野日向子選手が再びツアーで輝く兆しを示しています。特に彼女のバンカーショットやパッティングの精度は、他の選手たちに対しても大きなアドバンテージとなっています。今後のツアーでの活躍に期待が高まる中、彼女自身も上だけを見て頑張りたいという強い意志を持っています。渋野日向子選手の復活を心から願うファンたちの声援は彼女にとって大きな励みとなるでしょう。今後のツアーでのさらなる活躍を期待し、彼女の成長を見守りたいと思います。まとめ、渋野日向子選手は、マイヤー LPGA クラシック第2ラウンドでトータル7アンダーのスコアを記録し、10位に浮上しました。彼女の素晴らしいパフォーマンスは、日本勢の中でも最上位であり、週末の決勝ラウンドに向けて大きな期待が寄せられています。彼女の精神的な強さと技術の高さが再び光り、今後のツアーでのさらなる活躍が期待されます。ファンからの応援の声も多く、渋野日向子選手の復活を心から願う人々の期待は高まるばかりです。今後のツアーでの彼女のパフォーマンスに注目し、引き続き応援していきましょう。マイヤー LPGA クラシック2日目、米国女子ツアーのミシガン大会は第2ラウンドが進行中。初日を3アンダーで滑り出した渋野日向子が前半のプレーを終えて、2バーディのプレーで2つ伸ばし、トータル5アンダーで折り返した。古江彩香は11ホールを終えて3つ伸ばし、トータル5アンダー。すでにプレーを終えている西村優菜は連日の69をマークし、トータル6アンダーまで伸ばした。西郷真央はイーグルを奪うなどスコアを4つ戻し、トータル2アンダーで予選通過圏内に浮上しフィニッシュした。勝みなみは4つ伸ばすチャージを見せ、トータル2アンダーでプレー中。吉田優利はトータル4オーバーで2日間のプレーを終えた。トータル11アンダーの首位タイにアリー・ユーイング、米国とグレース・キム、オーストラリア、並んでいる。